でこ,こから旧統一教会 vs メディア野党という,うな話題になります、えー、統一教会との関係が発覚してから発表まで5日間かかった立憲民主党辻元清美氏国葬儀日と発表が重なったことについて立憲民主党関係者は偶然だもうこの人が統一教会を追及する資格はないわってかその前に国会議員の資質あったっけかというふうにおっしゃっていますね。で、えー、こちら有敢夫人編集局さんも紹介されていまして。 白川さんがブーメランのプロというパワーワード元々の生臭い世界に入り浸っているせいか自分のことはわからないようだ統一協会より生コンの方がよほど問題だしそのくせ生卵で大騒ぎというふうにおっしゃっていますで、どんどん行きます、えー、藤本清美議員に旧統一協会と接点立憲泉代表影響ないという,ふうなことを紹介されていますね 影響ない自民議員とは姿勢や距離感が違うと、奇弁を浪する。その資格もない責任追求する、うん、すごい人たちを守る、すごい政党の、すごい代表というふうにおっしゃっています。で、超後出し、辻本清美議員が旧統一協会と接点、海を出す、自民批判から一点というふうなことを島田さんがまたおっしゃっていますね。海とは辻本氏を指すのか、出し切るべきだ。しかし、 安倍首相は国賊発言の村上議員一人きれない、危害ゼロの自民党執行部では反転攻勢は無理だろうとおっしゃっています。で、えー、辻本清美さんが、こちらですね、紀藤さん、私もこの領収書を見つけたとき、こんなところにもっと驚きました。統一協会の首相は、私の政治信条とは全く違うからです。地域公民館での少人数の会、私は、を誘った講師の方は、 社民党支持者で、主催が統一教会関係とは知らなかったはず、領収書を書いた女性の肩書きはお母さん塾、小選挙区ごとに拠点があるというふうに、えー、このようにです、ね、おっしゃっているんですね。紀藤弁護士がどこかのメディアで議員からこの種の領収書のコピーを手に入れて一括後悔してほしい、正体、名義を隠して政治家に取り入れる法手法がそもそもおかしいというふうな紀藤さんの。 ツイートをこのように紹介されて辻元清さんはこのようにおっしゃってるんですね。で、島田洋一さんが朝鮮に愛で接して大金を渡すべきやとか慰安婦問題で日本からどんどん金取るべきやという点では私と統一教会の精信上は一緒やけど消共とかは全然愛でへんねん。そこを誤解せんといってというふうに島田さんがこのように書いてらっしゃいますね。はい。で、えー、こちら。 住本さん何これ話にならへんで疑惑がさらに深まったやんというふうに正体さんが <laughs> また書かれていますねでえー、こちらあ安住議員が薄っぺらい薄っぺら紙一枚出してこれではいさよならはないですよというふうにおっしゃった画像を紹介されてあなたたちがドヤ顔で言えることなのかよというふうに MI2 さんおっしゃっていますで、えー、この方からお手本を見せてくれよというふうに、えー さらにおっしゃっていますね辻元清美議員の写真を紹介されてこのように安住議員へおっしゃっていますでこちらですね旧統一教会が読売テレビと TBS を提訴番組内発言で名誉毀損主張というふうなことが言われています読売、えー、テレビ TBS の2社とコメンテーターを務めた弁護士3人に計6600万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こしたというふうに言われていますねミヤネ屋内定の起藤弁護士や 元村さんですかね。弁護士。TBS の広帯内での八代弁護士の発言で名誉を毀損されたと主張しているというふうに言われていますね。ついに、えー、名誉毀損で訴えられたということですね。で、あんかけなぼりさんは当たり前でよ公共の電波を利用して明確なデマを含めて好き勝手に言いたい放題言ったんだから当然の報いというふうにおっしゃっています。で、えー、ミヤネ屋は これに対して出演者定数に屈さない教団の問題は伝え続けるとこのようなことが出てきていますねはい今後このバトルはどうなっていくのでしょうかまた注目したいと思っておりますでこちらここから日中関係になりますが祝賀ムードなし今日は今から50年前の1972年昭和47年9月29日北京で当時の田中角栄総理大臣と大平正義外務大臣四国の習恩来国務院総理と 外交部長らと日本国政府と中華人民共和国の共同声明日日中中共同声明に署名し日中国交正常化が成立した日というふうに言われていましてこちら日中首脳会談現時点何も決まっていない国交回復50周年で官房長官というように言われています日中首脳会談について現時点で決まっていることはないと述べたということなんですね。 で渡辺哲也さんもツイート紹介されてるんですが両政府が前面に出るような記念行事は見送られ静かな一日日中国交正常化50年首相経団連行事欠席へというふうに言われていますねこちら日中国交50年岸田首相建設的で安定的な関係を終始と祝電交換というふうに言われています m i さんです日中国交正常化50周年 記念レセプションにに合わせて、て国の習近平主席が岸田総理に対して祝電を送った。私は中日関係の発展を非常に重視しており双方が国交正常化 50, 年50周年を契機に新しい時代の要求にふさわしい中日関係を構築するようけん引していきたいと思いますというふうなことをおっしゃったようですね。次にこちら三木慎一郎さんですが岸田首相から習近平閣界への祝電。 抜粋ですね。今後50年を展望し、各家と共に、両国さらには地域、世界の平和と繁栄のために建設的で安定した日中関係の構築を推進していきたいと思います。林外相からの大きい祝電も貼っておきますというふうに、えー、言われていますね。日中国交正常化50周年記念し、石碑、広島市に交流推進団体というふうに言われていまして、広島市で石碑が立ったみたいですね。 岸田総理は広島が基盤ですが、関係があるのでしょうか。で、こちら、C 国海警局の船3隻、約8時間半にわたり日本の領海に侵入というふうな記事を紹介されて、これが友好国ですか式典の中止を求めますというふうに意識まささんはおっしゃっています。これが9月28日の記事をこのように紹介されていましたね。で、えー、鳩山総理、鳩山元総理。 感謝し、こそすれ、喧嘩する相手ではない。日中国交正常化50周年で講演というふうな、ああ、ことを言われていたり、またこちら、共産主義史。 中国包囲の国際的枠組み、賛同をしかねるというふうにおっしゃっているようです。共産党の市委員長は29日の記者会見で、日本と中国が国交を正常化してから50年を迎えたことについて見解を述べた。今の中国の行動、覇権主義や人権侵害について、厳しい批判を表明してきた。この立場は変わりないと強調。その上で、軍事対軍事の対抗の悪循環に陥ってはならない。あらゆる問題を平和的な話し合いによって解決することに徹することを大原則に据えるべきだと語ったというふうにおっしゃっているようです。 で,す、ね、で関平さんがこのようにツイートされています「今日は日中国交樹立50周年この50年間の日中関係といえば四国は日本を利用するときは思う存分利用し叩きたい時は遠慮なく叩く一方の日本は利用される時は喜んで利用され叩かれる時は黙って叩かれる」そんないびつな日中関係は根本から是正しなければならない「二度とごめんこうむりたい」だというふうにおっしゃっていて。 哲也さんが、お人よしの日本が狡猾な外国人に利用され続けているそんなの友好関係でも何でもない日本の為政者や財界人をいいかけん気づけよというふうにおっしゃっていますね。でカルタさんが「若い世代ほど C 国へ親近感急激な経済成長怖い国から変化」というふうな朝日新聞の記事を紹介されて「新中朝日に若い世代ほど C 国へ親近感とありえない記事急激な経済成長で怖い国から変化したような」 したそうな妄想もここまで来たかウイグルのやばい剣や香港弾圧近づく台湾への軍事侵攻自分たちの命を脅かす四国に若者が親近感でたらめ書くなら少しは信憑性も考えようというふうにおっしゃっていてこちら大気圏に長尾さんが出ておられました日中国交50年外観に見舞われる日本安保重視の議員は今や絶滅危惧種というふうなことをおっしゃったようですね いやあ、本当にそうですよね。だんだん減ってきてる。減ってきてますよね。減ってきてる感じが、私は全然まだまだ勉強中なんですが、減ってる感じがして仕方がありません。で、こちら。報道機関をファクトチェックの対象外。浅日新聞出身者らが編集を務める日本ファクトチェックセンター、炎上。ネットの反応。ファクトチェックを受けるべき対象が、ファクトチェック機関を自称する組織を作って、自身を対象外とする。 とといいいうううイソップにに出ててきそうな展開というふうに言われていま山あかりさんがこのように言われていますが「日本ファクトチェックセンター」とか名前からして怪しい上に「報道機関は対象外全ての記事のファクトチェックは行えない」とかいきなり責任放棄しててさすが元朝日新聞のこちらの方が編集長をしているだけのことはある実態は要するに朝日の新しい雨下り先かというふうにおっしゃっていますね。 朝日や毎日など既存メディアがこぞってファクトチェック団体を作ってキャーキャーやっているのは要は既存メディアだけがファクトを伝えていると偽装し自分たちの変更報道嘘報道をごまかしネットには真実はないだから俺らに課金しろと宣伝するためだと思うというふうに、えー、ご自身の考えを述べておられてこちらの方も本当だ日本ファクトチェックセンターの事務局長が報道機関をファクトチェック対象外だとはっきり言っている理由もひどいな何が報道機関はそもそも自分自身で 事実を確認して報道することが使命であり、そこは報道機関自身に委ねるだよ。デマやミスリード報道,報道だらけなのにというふうに言われてまして、他にもこの方いろいろ紹介されていますね。すごいですね。すごいことになってますね。で、こちら。 総務省、携帯電話の電波を割り当てる電波オークションの導入について具体的な検討を開始、事業者の選定で透明性を高めるため、ネットの反応テレビも公共の電波なんだからやるなら両方一緒だろう。なんでテレビだけただ同然で電波使えてるんだというふうな声も上がっていますね。具体的に進めていただきたいですね。で、えー、日本ファクトチェックセンターの件もちょっと伝えさせていただきたいと思うんですが、設立、Google が150万ドル 編集長を務めるのは元朝日新聞記者でバズフィードジャパン創刊編集長も務めたこちらの方その元に同じく朝日新聞出身の2人のエディターネットの反応どんな逆だよわらわらわらというふうに言われていますねはいすごいですねで白川さんが元朝日新聞記者でバズフィードジャパン編集長だったこちらの方が編集長のファクトチェックセンターだとこれじゃあここをチェックするファクトチェックセンターがないと意味がないなというふうにおっしゃっていますね でこちら、ここから自民党関連ですが、岸田首相、所信表明で電気代の負担軽減表明へ、前例のない思い切った対策というふうなことをおっしゃったようです。で、渡辺哲也さんが、総理一人で政治は動かないですし、理想だけでは政治は動かない。理想のためには妥協と調整が必要であり、それを無視すれば政権は崩壊する。安倍総理が強かったのは、最大派閥を持っており、2A プラス2回で、党内大多数を抑えてきたからです。 岸田さんにはこれがないというふうにおっしゃっていますね。で、こちら MI2 さんですが、国葬から台湾を弾き出した林義政、週刊新潮、安倍元総理の不在にこつけて自身のプレゼンスを高めている林外相、安倍氏の地盤を手中に収めんとする氏は、市国にすり寄るため国葬で台湾冷遇の一騒、一 こう一作ですね。一作を講じた。岸田さん、お友達のあくび対象は早くどうにか、早かね、早うどうにかしろよと。怒りゲージマックスだわというふうに m i さんおっしゃっていますね。そしてこちら、あズ田さんも紹介されていますが、四国の日本侵略を象徴するのは、政界有力者がほとんど手なずけ,けられていること。一つの四国を前面に台湾の弔問を封じる指示をした四国。だが、扇平、 林義政外相の有様を文春新朝が報じた岸田首相に弔意を告げる迎賓館に台湾を活かせないためにどんな手を使ったか台湾の行為を踏みにじるとんでもない外相に唖然というふうに言われていまして「新潮と文春で文春で出たということなんですね」いやこれ是非ご興味の方はご覧くださいでこちら高市大臣本音をぶちまける 大臣にに就任したた日に四国とという言言葉を出すなと言われたサイバーセキュリティの担当にしてくれと言ったら総理に断られたというふうに言われていましてこれびっくりしましたね昨日見た時口が裂けてもセキュリティクリアランスの法制化の時期について高市大臣大臣に就任した日に言われたのが「四国」という言葉を出すな来年の通常国会にセキュリティクリアランスを入れた経済安保法を提案すると口が裂けても言うなと言われた ぶっちゃけるよねというふうに言われていましてこちらアナウンサーのお二人も驚いておられましたね大丈夫ですかみたいな感じで驚いておられて高市さんすごいなと思いましたねでこちら白川さんですが自民党より日本の方が優先とそれが高市さんないという政治家というふうに紹介されていますねでこちら反町さん年内にもう一回出演お願いします高市さん明日クビになってたらすいませんわらごきげんようわら 政府内で四国という言葉を出すな、セキュリティクイアランスの法制化時期は口が裂けても言うなと言われた暴露でというふうに言われていますね。ねえ。ネットの反応、反撃開始ですね。この人しかおらんというふうに言われています。で、徹也さんもこのようにおっしゃっていますね。高市さんないし、大臣に就任した日に四国という言葉を出すな。まあ、先ほどの件を。 紹介されて、岸田政権イコール究極の美中政権の証しというふうにおっしゃっています。で、こちら、有敢富士編集局さんも、岸田内閣、四国スパイ、野放しか、捨て身告発というふうに紹介されていますね。高市大臣が捨て身の告発だ。戦狼外交で隣,隣国を脅かす習近平政権下の四国、新中路線に傾く岸田内閣に存在する抵抗勢力、そして新中派との闘争。 有本香織氏最新レポートというふうなことが出てきていますね。はい。有本香織さんの最新レポートが出てきているようです。で、えー、こちら、平井浩二さんがセキュリティクリアランスのない国などありえない。同時にスパイ取締法も成立させる必要がある。スパイ取締法に反対するのは逮捕されてしまうスパイだけというふうに紹介されていますね。いやテレビでもおっしゃいましたし、こちらの 夕刊富士でもレポートが出るということなんですね出ているということなんですねで、えー、こちら山岡さんもこのようにツイートされてらっしゃいます総裁選時岸田首相は岸田政権になったら対中で甘くなるのではないかと言われるが逆だと思うという趣旨のことを言っていたふたを開ければこのありさまだ林外相を徴用するわけだし安倍晋三の意思を継ぐと誓った国葬儀での弔辞も 空約束に過ぎない。美中高知会が日本を滅ぼすというふうにおっしゃっていますね。で、えー、こちら、高市大臣、たくさんの情報が安倍氏に集まっていた。安倍氏も私も戦うという姿勢を貫いた。ネット、高市さん、意思を継いでくださいというふうなことが言われています。こちら、産経の記事が出ていましたので、こちらちょっと見ておきましょうかね。こちら、読める範囲で読ませていただきます。私と安倍晋三元首相は平成5年の衆院初当選同期です。 私がまだ自民党に入れなかった1期目の7年の村山富一首相談話に対し安倍氏は自民党側で私は他の党で反対し思えば当時から立場が違っても一緒に戦っていました8年に自民党入りが認められ9年2月に日本の全土と教歴史教育を考える若手議員の会の立ち上げに参加しました会では従軍慰安婦や共生連行が 当たり前に書かれた教科書で勉強した子供らが大人になり将来の日本は大丈夫かという共通認識がありました不正確なことが記述された教科書が検定に通るという仕組みの解明と是正に取り組み与党でありながら安倍氏は厳しい国会質問で政府を追及し私は私で与党議員は出してはいけないと言われている質問主意書を内閣に提出しました安倍氏も私も当時の党幹部から散々にお叱りを受けましたがそれでも戦うという姿勢を貫きましたと これまでずっと戦ってこられたということいやこれちょっと私全然勉強不足でしてこのような内容を初めて知りましたねずっと戦ってこられたんですねもう高市大臣には本当に頑張っていただきたいなと思いますねいろんなね反対勢力もあるかと思いますがなんとかね頑張っていただきたいなと応援したいなというふうに思っております皆さんいかがでしょうか是非皆様のご意見などコメント欄でいただけたら幸いでございますというわけでここから先は メンバーシップとプレミアムメンバーシップ両方の皆さんに向けてのコンテンツとなります。公開先は一般公開で扱いにくいの情報も扱いたいと思っております。続きは動画概要欄からご視聴ください。今視聴様はここまでです。ありがとうございました。というわけで、他にもたくさん紹介したいのですが、本日は以上です。本日も22時から長尾さん、下さんの Twitter 探偵団、アーカイブ残っておりますので、ぜひそちらもご覧いただけたら幸いでございます。というわけで、本日もありがとうございました。それではまた。通信、最後やっぱり癒し系動画で終わりたいと思います。本日はこちら。 この一か所だけ暖かい場所を発見して何なのか確かめている子猫さんというふうに言われていますっていましょうはいというわけでいかがでしょうかもう子猫さんは安定の可愛さですよね、はい、一生懸命暖かい理由を探っていますねでもう一つこちら これから自分の妹となる赤ちゃんを初めて抱いた兄。涙が溢れるという風に言われています。見てみましょう。 はいというわけでいかがでしょうか、はあ、なんか癒されましたね、はあ、やっぱり子供さんや赤ちゃんって宝ですねはいいろいろありましたが癒されながら眠っていただけたらなという風うに思いますというわけで本日もありがとうございましたそれではまた